今頃あなたは忙しく仕事をしてるでしょう。僕は長引いた風邪がやっと治りかけてるところ。たまには声を聞きたいと思ってみるけれど、ついつい横着してしまうお互い様ですよね。叩きつける雨の中も平気で、あなたを探したの頃と何も変わってないよ。大切な思い出は僕に情熱をくれたんだよ。今年の野球はどうですか？きっと怒ってるでしょう。テレビを見ている時間も少なくなってくるね。思い通りにいかないことが多くて、何もかも壊しても、いつもそばにいてくれた。切ない思い出は優しさ教えてくれたんだよ。時が流れても激しく流れても、僕は忘れない。人が溢れゆき交う出来で、あなたがつぶやいた言葉をいつまでもこの胸に大切に抱いて、あなたはくれたんだよ。今なら照れないで言えるよ、心から愛。